こんにちは、だるま正宗の倉本白木しげりと申します。熟成3年手に取っていただいて本当にありがとうございます。今日はこの熟成3年について楽しみ方や保存方法などをお知らせしたいと思います。短い動画なのでぜひ最後までご覧ください。まず日本酒に熟成したものってあるのって思われた方もいらっしゃると思うんですけど、あるんですよ。鎌倉時代から、江戸時代まで日本の文化としてずっと存在していたんですけど、一旦戦争中に途切れてしまって、それをうちでは昭和46年から私の父がお酒古酒作りに取り組み始めました。で、この色なんですけれど、この色はお酒の中の自然な糖分とアミノ酸から次第に現れてくる美しい色です。そしてこの熟成3年は3年以上熟成した古酒が数種類ブレンドしてあって、このようにとても美しくまろやかなお酒になってます。まず、そうですね、楽しみ方なんですけれど、私は普段常温で飲むことが多いです。グラスはね、こういうちょっと口のところが少しこうカーブしたようなものが合うかなって思います。古酒の味わいがふわっと口の中で広がってとっても美味しいんですよ。あとですね、合うお料理はだるま正宗の古酒はしっかりとした味わいなので、おすすめのお料理はお肉料理とか中華料理、そして食後の、チーズとかチョコレートとかアイスクリームとかにも合いますよ。ちょっと濃いめの味わいのお料理と合うので、ぜひ試してみてくださいね。あと飲む温度ですけど、さっき私常温で飲むことが多いって言いましたけど、お燗にしてもすごくまろやかでふっくらした味わい、丸くなって美味しいですし、ちょっと暑いなって思うような夏の日はよく冷やしてこのようなグラスに入れて飲むのもとっても美味しいです。変わった飲み方としては、熟成3年6、炭酸水4ぐらいで割って、ちょっとレモン果汁を絞ったりとか、あと山椒を入れたりとかミントを入れたりしてもとっても美味しい夏のカクテルになりますよ。はい、あとね、保存方法なんですけど、開封後も冷蔵庫には入れなくても大丈夫で、私は半分ぐらい飲んでも常温で直射日光の当たらないところにそっと、冷暗所に常温で置いておくことが多いです。だんだんこう熟成がずっと飲まないと下の方に降りっていて、アミノ酸成分が沈殿してくることがあるんですけれど、それは心配しないで大丈夫ですよ。はい、熟成3年ゆっくり楽しんでくださいね。日本酒って楽しいね。